6年前の今日はここに住んでた。6年前の来週に初チェック、初お泊まり。6年前ってすごいね。今日は思い出めぐりです。 1LDK のこのアパートに1年ちょいぐらい自分住んでたかな。してその2ヶ月後には今の新居。三角卵、お皿だとチーズが入ってる。出てないって。焼いてるだけなんじゃない。車が悲惨なことに。もう起きてるっていう事件は。きなこまみれあんもちデニッシュ。食べていい。うん。うん。もち。もち入ってた。すぐ持ってきた。もちっていうことのが大ブームだからね今。あんもち自然に惹かれた。まるまる出てきたけど。ハム猫も入ってた。なんでダーリーのとこまで行ってると思う。ここに。本当だ。仏壇のもちって言われた。これはしんちゃんの豚じゃないのこれ。素晴らしいね。餃子から揚げ、パスタ、ラオラ、自分でこうやって入れるわけ。入れすぎてない。これがやばいのかな。冒険しないけどどう？これは大丈夫かも。どうだった？中華麺じゃない方が好き。今日のは何？中華麺っぽいやつ。あ、もうちょっと細麺のやつね。そうそうそう。もう一回は来るかもしれん。違う味。チャーハンじゃなくて餃子、唐揚げ。唐揚げセット。私はいいよ。なんでキクラゲ入ってるか意味わかんないよ。小刻み。小刻み。意味がわからんと思って。私今度柚子塩にしてみようかな。屋根裏に行く、うん、屋根裏じゃない、屋根の上に行く。うん、来るかなって。なんで戻ってきた。出してくださいって顔して作った。そしたら出口ないさ。出口待ちくらい。バックしてる、バックしてる。すごい、Uターンもできる、あの中で。あ、たまたま見っけ。ボンレスハムみたいな。くびれ。黙ってただのご飯休憩じゃなくて。ご飯で釣ってるって、この中に。食堂になった。噛んでる噛んでる。何撮ってんだよ。冒険の箱。あ、まだまだだ。まだ食べる。ちょうどかな。もちちゃん、バナナ食べれますか？
見つかった。6周年おめでとうってみんなが、6周年おめでとうって、また一人増えた、うん、うちの記念日ご褒美といえばこれ、今年は3回食べることになる、だから2袋じゃなくて1袋にした。こっち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 、ほら見てごらん、あるよ、こっち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 、出た、うん、出た、あ、出たよ、うん、出た、あ、今日登らないさ、うん、あ、登った登った、ご飯の音がさ、登ってくるって、でも、あんまお腹空いてないもん、もうあまりこれには興味ないらしいから。バナナは、あ、食べた、食べた、あ、捨てた、え、バナナは、バナナ食べさせてもらったお餅、お餅お餅、なんでこっち来てるんですか、チケット、はい、カメラ目線で食べてる、いい匂いだね、いい匂い、乾杯、6年おめでとう、ありがとうございます、クリスマス以来の味、うん、うまいね、結構お腹いっぱい、うん、お腹いっぱい、6年どうですか、長いよね、長いよ、6年生になるって、1年生が、いいね、甘えた赤ちゃんが6歳になるって、すごいね、6歳って経験したことない、5年も経験したことないけど、ないよ、4年も経験したことないけど、ないよ、うん、びっくりよ、何が起こる今年、いつまであり、あ、そう同じだった、マイペキハムスターがいるかもしれない、キンクマ狙ってる、名前はさ、きなこって絶対つけるって決まってるって、キンクマ、あのおとぼけ顔が似合うのはキンクマ、あれかな、食べれんかな、うまい、これこれこれ、うまい、うまい、特に平和すぎて何にもない、いいことじゃない、うん、スリルは求めなくていいってよ、旅行行きたい、旅行行きたいよね、うん、終わり、なんもないって、うん、6年目の2人もよろしくお願いします、バイバーイ、バイバーイ。